はい、どうも、はるばばです。今日もですね、クラッシュロワイヤルをお送りさせていただこうと思います。はい。時刻は、水曜日。水曜日っておかしいな。水曜日の朝の3時ですね。こちらをご覧ください。はい、というわけでね、クラン宝箱。昨日かな？うん、昨日の火曜日の時点で溜まったのかな？こっちは引いていこうと思います。はい、とりあえず引きましょう。トリマアンパイ宝箱を引く。はい。何が出てくるの？やっぱね、ウルトラレア。ウルトラレアっていうか、最近なんかライトニングとか欲しいかな？ライトニング来い。なんか、おっと？これ嬉しい、これ嬉しい。ゴブリンギャングね、やっぱりね、今ね、レベルが低いからザップレッジ以外でやられちゃうので、やっぱこの辺もね、やっぱレベルで改善していきたいですよね。レベルでね。うん。次行きましょう。さあ、工場ババリアン。これ全く使ってないな。これ強いのかな？おー、オーブンちょっと嬉しい。オーブン嬉しいですね。はい、迫撃砲。はい、最後。レイジー。はい、レイジー。いらない。はい。全くいらない。うん。まあでもね、まあ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 、こんなもんでしょ、クラン宝箱。ね？何これ？佐藤くんが、ゴーイングジャイウェイ。はい、そんな、親父ギャグです。はい、佐藤くん親父認定します。はい、というわけでね、今日はね、何やろうかなーというか、この勝てないなーとかいろいろ思ったんですよ。バルーンデッキでもなかなかね、届かなかったり、にゃらららららーと思ってたんですよ。そこでね、こう、クラロワ TV を見てたところ、こちらのデッキ！はい。ラバーバル、これね、今非常に強いんじゃないかなと思います。はい。さらにね、メガゴとガーゴイルが入ることによって、いや、これマジで強い。うん。まあ、さっきね、一戦やってみたんですよ。そしたら、しっかり勝ちましたね。はい。しっかり勝てました。あのね、これ見ますリプレイ。一回見てから行こうか。まあ、敵はね、ジャイエリババなんだけども、ちょっと4倍速でご覧ください。はい。まあね、こう出して、出して出して&出して、これね、逆サイ、これ逆サイがっつりいかれるというね、これかなり下手くそだね、これ。やっぱり下手くそだね。向こうはね、こう出してこないんですよ、ラバーハンドに対して。なので、こんな感じで。うん、だまあ大して、大して与えてねえな。大して与えてないというね。うん、で、これ右から行くじゃないですか。まあ左側落とされるんですよ、結果から言うとね。うん。で、まあ大ピンチじゃないですか。まあ、早くも大ピンチと思ったら、デランとね。うん。なんかこのガゴとメガゴを追従することによってめちゃくちゃ強いんですよね。はい。で、なんつうの、墓石とスケゴブ、スケゴブってなんだこれ。スケルトン、部隊によって、うん。かなりね、こう陸部隊もね、こうなんつうの、セーブできるという形なんですよね。で、ここのラババル強いよね。うん。やっぱバルーン好きだな。うん、でね、今日はね、ラババルでちょっとね、もぎゅっとっておこうと思います。さっきはね、格下だったので、ぜひとも次はね、同格で来てほしい。いきます。よいしょ！いくよ。強いの来い、強いの。おっと、同格！ね、レベル11はもはや同格。よし、いくよ。どうしようかな、これ。メガゴ、いや、これね、墓石からだな。墓石でしょ、実際。墓石ここに出しちゃう。おー、いいね、いい墓石。うん、これいい墓石、一番いいとまで言われてる、この墓石の置き方。おっと、これはね、オーブン虫ゲー、ねー、ラバーウンドで吸収しながら行くか。なるほど、なるほど。ちょっとこれ、バルーン出てこないって説あるけど。おっと、待て待て待て、落ち着け。こっから、待て、耐える、耐える。これはもう我慢。これ我慢して、後ろからメガゴ。上からマリコ、後ろからメガゴっていうことで、行きましょう。どうだ、ライトニング貯めたい、ライトニング貯めたいっていう説はちょっと若干あるけど、ライトニングが放てない。どうだこれ、どうだこれ、結構いいんじゃないか、これ実はいいんじゃないか、実はいいんじゃないかこれ。うーん、そんなに良くない。そんなに良くないっていう感じだよね。うん、なるほどね。うん、まあ許容範囲よし、 OK。 思いっきり人のバクるっていうね。待て、これザップやめろ、ザップだけは、ザップだけやめてくれよ。ザップは絶対ダメだよ。おっし、オッケーオッケーオッケー。何がオッケーなのかわからない。さあ、綺麗に処理されつつ。さあ、これでも向こう穴掘りしていたよね。確かね。こっからの組み立てにしましょう。うん。で、穴掘りし出してくる。ラバーハウンド出すって感じ、うん、バルーン出したいの、後ろから。ラバーの後ろから追従させるとさ、もうさ、てんてこまいだよね、敵もね。行くぜー。次はこっからだよ、こっからだよ。まだだよ、まだだよ、まだだよ。まだよ。ゴー！最後！で、メガゴ追従はしない。あー、ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。あれが貯めたい、あれが貯めたい。あれを貯めたいぞ、俺は。待って、これ。ライトニングで勝利。ライトニング来い。カモン、カモン、カモン、よしよしよし、オッケー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 。
よーし、入った入った入った、思いっきり入った。めっちゃ強え、めっちゃ強くないこれ。ちょっと待って、これ今度左側をもう押していきましょうか。これちょっと待って待って待って、押しつけ押しつけ、ちょっと待って待って押しつけ、待って、これ5石持っちゃう、5石持っちゃう、もうフルコース、骨のフルコースでいこう。よし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 、もうラバーウンドいっちゃう、ラバーウンドターゲットで、よし、オッケー、いいよいいよ、悪くないよ。ガーゴも出しちゃう、もうフルコース。よし、もう全部出す全部出す、よし、ターゲット取ってくれ、頑張ってターゲット取れ、頑張ってターゲット取れ、よし、マスケを潰せ、オッケー、ライトニングをかます、かませいということで、ドン。よし、そしてガーゴ、あ、メガゴね、うん、悪くないでしょこれ、悪くないでしょこれ、どうなの、どうなのこれ、待って待ってよ、こういう感じで、こういう感じにしといていただいて、ちょっと催眠ザップ使わせる感じで、催眠ザップ使わせる感じで、あ、サドンですね。よし、もうライトニング使いましょう、ライトニングをドーン、どうなのこれ、ドンドンドン、オッケー。これでもね、かなり今もう見てお分かりだと思うんですけど、タワーダメージが全然受けない状態で、うん、勝てたので、まあまあ良かったんじゃないかと。うん、これってか強くね、ちょっと練習しようかな、ラバル、ラバルいいな、うん、いいですよねこの編成。よかったらこのね、こうなんていうの、墓石とスケルトン部隊だけでかなり地上部隊がセーブできちゃうんですよね。うん、よかったら皆さんもやってみてください。ご視聴ありがとうございました。